お前がやったんだろ。やってねえよ。お前がやったんだろ。やってねえよ。しかもなんだ、裸と思いきや靴下が履いてるみたいな。しかも5本指ですよ。足首だけ触るの。やってねえよ。やってないのか。やりました。どっちなんだ。どっちなんだ。やりました。なんだそれ。私がやりました。あれこれ中学の時お世話だった山田先生じゃないですか。知り合いですか。あれ中学の時は僕の方が大きかったのに、ちっちゃかったのに。どっちだろう。今山田先生の方がちっちゃくなってるよ。どんな異生物だよこれ。だって人形だもん。知ってるわ。こんななっちゃ う, う。こんなの出されたらこんななっちゃう。何やったんだ。え？やってねえのか。俺がついたのか。なんで関係ねえだろ。ついてないよ。俺がついてないの。関係ねえだろ今。僕か。クマ。はい。とりあえず坂本に朝食出してくれ。朝食ですか。坂本の朝食を出せ。警部、今夕方なんで朝食はちょっと無理ですよ。お前何言ってんだ。はい。今朝食。そんなこと一言も言ってないだろ。一言言ったよ。長所だ、長所。全然違うんだけど。検察だからな。分かってるわ。長所だ。長所ですかね。あれ、読みますよ。この犯人はですね、午後8時から午後10時までの間、空白の時間がありますよ。お前、寝てんじゃねえ。今な。聞いてた。だそうだ。だそうだ、一言か、お前。え？お前も聞いとけ。もう一度言うぞ。午後8時から午後10時までの空白の時間。お前、何やってたんだ。ケブ？アジシメジ。ケブ？何すかアジシメジって。今言ってたよ。言ってないよ。これ書いた。午後アジから。午後8時。午後アジ。8時。これ8時だ。8時だよ。汚いんだよ。お前が読みにんだろ。じゃあ8時言ってたのか。汚い。何だこれ、何だこれ。何だこれ。これドラゴンボールってやつじゃないですか。ドラゴンボール？これ7つ揃うと願いが叶うっていう。2、4、6、7、何でお母さんに電話させてくれ。あんたどうでもいいんだろ。お前とりあえず座れ。とりあえず座るっていう願いは叶ったの。あ、叶ったみたいですね。それでいいから。それでいい。それでいい。それなんか続きがあるんだ。そうなんですよ。この犯人はですね、麻薬組織となんか取引をしたんですよ。おにぎり。え、取引だ。出ねえよ。おにぎり。おにぎり出ねえよ。取引出ねえよ。いや、入ったんだよ。もし入ったの。麻薬組織と取引。字が汚いっすよ。あ、違うよ。何してんだろ。パソコンだよ。お金取引だよ。痛いんだよ。お前もねえわ。おにぎりと。まあ、字読めねえのか。やってねえよ。書いてねえ。書いてあんの。おにぎり。書いてあんだよ。書いてあんだよ。おにぎり。おにぎり。おにぎりって書いてあんの。おにぎりじゃないってだから。え？おじゃん。いつなんだこれ。おにぎりしてねえよ。午後8時半、夕食はロイボ。もう勝手に行けや。はい、これがうち。どうもありがとうございました。